みんな、せっかくだからさっきのご挨拶ミラクルともしてみようか。大きな声でこんにちは、いくよ。せーの、こんにちは。みんなとっても元気でしょ。そうだ、今日はね、ミラクルにも紹介したいものがあるんだけど、今お姉さんが首から下げているこのポップコーンバケット、これ今日の映画のポップコーンバケットなんだけど、見るかな、ほらキュアモフルンが書いてあるでしょ。このポップコーンバケットと、あとも、あ、持ってるお友達いたね、どうもありがとう。あともう一つ、このドリンクタンブラー、これもキュアモフルンのドリンクタンブラーなんだ。これ映画館で売ってるから、ぜひみんな帰りに見ていってください。あ、もう持ってるお友達たくさんいるね、どうもありがとう。このドリンクタンブラー残りわずかになってるので、ぜひぜひお早めに見ていってくださいね。あ、すごいね、今日たくさん持ってるお友達いる、嬉しい。で、お姉さんクイズ考えてきたんだ。どうかな、ミラクル一緒にクイズで遊んでくれる？やった、会場のお友達もクイズ大会参加してくれるかな。参加してくれるお友達、はーい、どうもありがとう。それじゃあ今からクイズ大会のルール説明するね。今からお姉さんが魔法使いプリキュアのクイズを出します。その後答えを2つ言います。1番と2番、どっちの答えが正解か分かったお友達は答えを言わずに、はーいと大きく手を挙げてください。手を挙げてくれたお友達1人、こちらのステージで答えてもらいます。正解してくれたお友達にはなんと豪華なプレゼントもあるので、みんな答えが分かったら、あ、分かったよってお友達、はーい、どうもありがとう。それじゃあ早速やってみようか。魔法使いプリキュアクイズスタート。第1問、さあ最初の問題は簡単な問題です。魔法使いプリキュアといえば、まずはキュアミラクル、そしてキュアマジカル、もう一人は誰だったかな。1番キュアフェリーチェ、2番キュアフルーチェ。さあ分かったお友達は、はーい、すごい、たくさん手が挙がって答えてくれるお友達お願いします。今からミラクルがお迎えに行きます。から大切にしているぬいぐるみの名前は何だったかな。
が唱える魔法の呪文は何でしょう。はーい、わかった、そのまま人あの分かったお友達、はーい、じゃあミラクルお願いします。降りてください。終わらないよね。これからもテレビでたくさん活躍するから、みんな応援よろしくね。それでは最後はみんなで大きな声でまたねのご挨拶でお別れしたいと思います。みんなお手手出して準備してください。はーい、せーのでいくよ、せーの。